今のまま走り続けていると、あの Z は間違いなく死んでしまう。オッケー、ラスト。よかったよ、お疲れさん。ありがとうございます。じゃ、あと頼むよ。はい。あ、お疲れ様、石田先生。はい、またね。教えてください。この間あの Z が死んでしまうって言ったのは本当なんですか？ねえ。本当だよ。どうして？知ってどうする。それは秋夫君にあの Z のドライバーになら話してくれますか？一緒に来てください。おい、オーバーホールしかないかもな、コウちゃん。だけどこのエンジンをバラしてちゃんと組めるやつがいるかどうか、俺には無理だ、アキは。どうしてうちの学校が？横浜33手の53681、覚えてたナンバーを陸運局で調べて。まさか一人暮らしの高校生とは思わなかったけどね。あなたがあの Z を？調子崩してたな。ええ。いくらキャブの同調を取っても、点火系見てもタペット見てもダメだな。今のまま走り続けていると、あいつは間違いなく死んでしまう。フルオーバーホール。所詮機械だからな。完全分解してまず消耗品を取り替える。そして。ま、ただあいつをバラして元通り組める奴は一人しかいないけどな。だがその男は、もう二度と組む気はない。北見さんって意外と嫌な親父なんですね。私の R のチューンの依頼もダメで、あの Z を直してあげようともしない。当然だ。おめえみてえな綺麗な子殺しちまったら、さすがの俺も寝覚めが悪い。じゃあお願い、あの Z を直して。それはダメだ。それに、そろそろ新しい車の依頼が来る気がするしな。え？新しい車って？石田先生。いや、二人で仲良くドライブ？困るね、こんな派手なの横付けされちゃ。どうも。新しい車ってこの？さあ、どうかな。お願いします、北見さん。このテスタを悪魔の Z より早くしてください。あの Z よりも早くか。難しいね、そりゃ。今までいろんな車作ってきたが、本当にあの Z だけは特別なんだ。作った俺にもよくわからないものがある。本当に走るために生まれてきたやつなんだ。確か2000万以上するよな、これ。まあ。じゃあとりあえずチューン代として1000万持ってこい。
はい。お前は2000万以上する車にさらに1000万つぎ込む。そしてその金額と引き換えにあの悪魔の Z の前を走ることができる。がもしかしたら命を落とすかもしれない。地獄のチューナー北見純の作る車はそういうマシンだと理解しておいてくれ。N28 回ツインターボ、基本的には難しいところはない。ガスケット、パッキン類をとりあえず集めて、キャブターボだからな、バラストセッティング出にくいぞ。分かってる。本当に一人でやるんだな。うん、こいつは俺の Z だから、俺の手でオーバーホールする。順調か？うん、まあ。道具で何か必要なものあるか？貸してやるぜ。そう思って借りに来たんだ。買うと結構高いから。穴から当てにしてやがったのか。ガレージの中から好きなの持ってく。ありがとう、こうちゃん。ちょっと付き合わない？面白いとこへ。悪い、バテてんだ今日。北見さんね、今あのテスタのチューしてるのよ。あそこよ。わざわざチューのために借りたんだって、この工場。こんばんは、ちょっとお邪魔します。いいですか、少し見てて。どうぞ。自分でバラしてるのか、あの Z。 ええ、なんとか仮組まで行きました。交換部品は？とりあえずガスケットとパッキン類を。でどうした？全部バラして、タービンもキャブもクランクも割って、全てのパーツを洗浄して磨いたと。ええ、オイルとか塗って。やっぱダメですか、それじゃ。さあどうかな。全部終わるのにあとどれくらいかかる？1週間ぐらい。その頃ならこっちも完成している。150キロオーバーでレンチェンジすると足がついてこない。パワーもあと100は欲しい。おお、エンジンのオーバーホールまで本当にやったんだな。うん、やれることは全部やってみた。よくここまでやったじゃねえか。よし、踏んでみろ。うん。おお。よし、もう一度念を押しておくぞ。命の保証はしない。分かってます。地獄のチューナー北見純がチューンした車だからな、こいつは。行くぞ、湾岸へ。驚きましたよ、北見さん。まさか隣に乗ってくれるとは。知りませんよ俺、本当に。いいから、気にせずやってくれ。
やっぱりいいですよこいつ。来た、あの Z の音だ。よしよしよし、いい音だ。私は彼の生徒の前を走りたいわけじゃない。ついていけたら、そう、どこまでもこの Z についていけたらそれでいいの。不思議な気分だ。すっかり足を洗ったはずの俺がまた車を組むなんて。全てはあの Z のせい。お前のせいで俺はまたこの世界に戻ってきた。しっかり見とれてますね。やっぱりあの Z が一番。いいからバンバン踏んでいけ。バラして戦順か。いいんだよ、それで十分だ。そうだな、そういう風に走ってくれ。もっとアクセルを踏んで、もっと思いっきり、もっと、もっと。仕事としてもうまくいかなかった。借金だらけで工場も潰れ、家族も逃げた。でもそんなことはどうでもいい。俺は俺の作った車を分かってくれる奴がいればそれでいいんだ。しびれるぜ。本当になんて車なんだお前は。まるで自分からどんどん速くなっていくような。いいやつに巡り会えたな。これでも追いつけないのか。おい、大丈夫？大丈夫ですよ。やっぱりポルシェは新しいほどいいね。ノーマルでもやけに速いし。ずいぶん社長らしくない車に仕上げたんですね今回は。え？250キロオーバーでレーンチェンジするとギアがついてこないんですよ。パワーも足りない。実は志麻さんが今回また新しいターボ買うとは思わなかったんだ。やっぱりあの Z とやるためなんだろうけど、近いうちにうちの工場も陸自の認定になって民間車検もやるんだ。だからそのあんまりハイチューンの車は。わかりました。いやだからもう君もいいんじゃないか、湾岸は。今までどうもありがとう社長。湾岸であの悪魔の Z と走るには全てがイメージ通りでなければ。ダメだ、これじゃ命を乗せて走れない。はい。え、石田先生入院しちゃったの？寂しいから見舞いに来てよ、レイナちゃん。いくら頼まれてもチューンはしないぜ、お嬢ちゃん。今日はそのことじゃないのよ。石田先生、入院してるんだって。うん。いやー、参ったよ。検査で胃に腫瘍が見つかってさ。腫瘍？ま、案の定ってところだが。どうですか、島先生。問題ありません。腹腔鏡で行きましょう。術後1週間もすれば。
退院できると思います。どうぞ。具合はどうですか？いやもう絶好調で、このまま退院してもいいくらい。あら。ああ、こちらは今度腫瘍の除去手術の執刀医をしてくれる島先生です。ブラックバード。何？この男は確か北見純。こんばんは。迷惑なのは分かってるんだけど。いや別に。いくら似ていてもこの人は兄貴じゃない。乗れよ、会いに来たんだろこの Z に。いつまでもこの Z の隣に座っていたい。だけど同じ車に乗っても同じ名前でもやっぱりこの人は兄貴じゃない。でもどこか遠くに行ってしまいそうな、あの頃の兄貴と同じような匂いがする。それは達也にも他の人たちにもある。スピードに見せられて遠くへ、私から見えなくなるほど遠くへ、ものすごいスピードで駆け抜けていこうとする人たち、この Z に見入られた人たち。よし、本郷。具合はいかがですか？いやもう絶好調、このまま退院してもいいくらい。無理さえしなければそう時間はかかりませんよ。若くてハンサムで腕も良くて、実家は別の大病院の一人息子と来るとはね。いやすごいね、生まれながらのエリートってやつだけど、ストレス解消にしちゃちょっと危険すぎるな湾岸は。石田さん、退院したらまた追うつもりですか？そう、女を取るのとあの Z を追うだけが生きがいなのよ。あんただって俺の立場になればそうするだろう。 Z に見せられたものはみんなそうなるのよ。結局一番見せられてるのはあんたかもな。やっぱりダメだ、アクセルとハンドルの微妙な調整がいる。地獄のチューナー北見純、彼なら。退院おめでとうございます、石田先生。いやありがとう。また会おうぜ先生。外科の島先生、島先生、1階ロビーに来客です。休学届？うん、ほら達也もずっと勧めてくれてたし、留学する2年ぐらい。パパったらもう喜んじゃってすぐに行けって。出発は1週間後だもん、慌てちゃった。いいと思うよ、何もかも忘れて行っておいで。ええ、でもその前に。なんだい？もう一度だけあの Z に。わかった、僕も付き合うよ。別にどこも調子悪そうには見えなかったけど、君のあるそう、調子良さそうだった。よかったよ。じゃあ俺帰る。ちょっと待ってよ。え？ごめん、本当は明夫君と一緒に走ってみたかったの。うん、じゃあお茶でもする？やったー、これで本当に最後だから。あ、この時間ならもうバイト終わりだと思うから、ガレージの方に。あ、悪いけど呼んできてくれる？まあいいよ、待ってて。
ことが？話があるんだ。ちょっと来てくれないか。エリコだ。あのゼットのスペアキーを持っていたのか。早い。本当にあの子が運転してんの？港。港に向かってる。まさか。ねえ兄貴、なんて車なの？これ。Z。フェアリティ Z。ちゃんと治る？大丈夫だよ。任せとけ。治ったら一番に乗せてよ。何か手伝うことある？ないない何も。でもエリコはこの車がそんなに気に入ったんだ。なんかね、私を呼んだ気がしたの。助けてくれ、直してくれって。この車を見つけたのは私。